V&A 子ども博物館はロンドンのイーストエンド、ベスナルグリーンにあるビクトリアアルバート博物館の文館。V&A は応用美術についてのイギリスの国立博物館である。この博物館は1872年6月24日に当時の大大使によってベスナルグリーン博物館として公式に開館された。プレハブ工法の鉄骨づりの建物は アルバートポリス地区の現在の V&A の一角に初期にあったものを移築している。建物の外装はジェームズ・ウィリアム・ワイルドの設計で赤レンガによる丸アーチ様式は同時代のドイツの様式と非常によく似ている。この建物は時代ごとに様々なコレクションの展示のために使用されてきており、一時は現在をオレスコレクションに収められている作品群がここに展示されていた。 1920年代には子供向けの展示に焦点が当てられるようになり、1974年に当時 V&A の館長であったサーロイ・ストロングによってこの博物館は専門の子供博物館と位置づけられ、現在の名称に改名された。ベスナル・グリーン博物館はそのすべての部門においてイギリスで最大の収蔵品の規模を持っている。この博物館は あらゆる人々、とりわけ若者に、特に子供のために、また、子供によって作られた品々を通して、デザインの世界を探求し、楽しんでもらうことを使命としている。この博物館は、広く玩具類、子供用品、子供服などを収蔵しており、企画展なども開催されている。2005年10月、博物館は一旦閉館し、470万ポンドを投じた。 大幅なリノベーションの第二段階に入った。その後、2006年12月9日に再開館し、新たな正面玄関、ギャラリー、展示、カフェなどが設けられた。ジョンベル作、ザイーグルスレイヤー館内には、彫刻家、ジョンベルによる中鉄製の像が設置されている。これは、もともとは1851年の大博覧会に出品された作品である。 ザイーグルスレイヤーと題されたこの作品は弓に矢を継がえた相手がその足元に横たわる子羊を殺した鷲を射落とそうとする姿を表現している。この博物館は重要文化財建築物のグレード2に指定されている。ありがとうございます。